こんばんちは、カーライフネットです。今日はどこへ行くのやらということで、月曜日、どこにも行きません。先週末茨城で積んできた荷物を地場に下ろして、今日は終了です。はい、今下ろし終わって、戻り足になってました。はい、戻りですって言われちゃいました。なので、ちょっとまあちょうど今もうお昼12時30分になろうとしている頃なんで、お昼を食べて会社戻りたいと思います。はい、まあたまにはこんなまったりした日もあってもいいのかなと。直感不動4号線で、北上種ヶ崎インター方面に向かっております。この辺は北上種ヶ崎流通団地って感じですかね。でしょうね、こんでっかなお昼時だからね。思ったよりは空いてるかなと思ったけど、さあ、お昼食べに行きましょう。うわ、すげえな、食べてる。今日はメフル市場食堂さんにご飯を食べに来ました。ここ市場の食堂なんで安いし美味しいんですよね。はい、では入ってみましょう。
どうもお疲れ様でした。
仕組みでしたので、ちょっとしたので、なんかいっぱいできなかったのか、ちょっとわかんないけど、割り点がね、そうだったので、止めてました。さて、じゃあ会社戻りますか。はい、じゃあ会社戻ります。